はい、クジラガレージですジジああ。はい、クジラガレージです。いつもご世話ありがとうございます。はい、今日は、えー、商品紹介となります。はいあの、以前から欲しかった、探してた防犯カメラ、えー、ついにゲットしました。はい、まあ、今更さらかっていう感じなんやけど、もうね、早く早くあの防犯カメラはつけんといかんなーっていうのは、もう去年ぐらいからずっと思ってて、えー、<laughs> あの、探しとったわけですよ。 で最近ね、あのもう防犯カメラ、かなり、えー、お手頃になってきて、えー、昔はね、もう専門店に行かないと、あの防犯カメラなんてあの売ってなかったんやけど、今はもうホームセンター、家電量販店とかあ、ホームセンター、もう、もうゴロゴロ売ってます、もう、ピン切りやけどね、安いのもあれば、あのいいのもあるし、あのそれは、えー、性能とかね、えー、そういうので、もう差が出るんやけど、大、え、体、ーいい、1万円前後で、 えー、そこそこいいのが充実してます。今回紹介するのは、えー、こちら。そのソーラーパネルで、えー、充電しながら、えー、撮影ができるっていうものですね。屋内、えー、部屋の中とかね、赤ちゃんの見守り用のカメラとか、あのそういう使い方もあるんやけど、まあ、そういった場合は特にあのこのソーラーっていうのはいらない。えー、コンセントね、電源取れるところに設置できれば、ね、これはいらない。 だから僕、今回みたいなガレージ、屋外で、えー、に設置する場合、まあ、コンセントが取りにくいっていう場合は、このソーラー式があーいいんじゃないかなと思います。あのー、万が一ね、あのー、電池切れとかにならない、まあ、これ本体にも、あのー、バッテリーは内蔵されてるんで、えー、夜間とか、あのーまあ、日照が足りないとか、まあ、そういった場合もね、えー、十分カバーできるんじゃないかなと思います。USB の えー、ソケットとつなげれば、えー、コンセントにもつなげれるっていうまあ両方あ対応できるタイプになってます。えー、まあ特徴としてはねあのー、防犯カメラを選ぶ上で、えー、何を一番あのー、優先するかっていうことになるんやけど、えー、まずはね僕が一番あのー、まあ優先させたかったのはリモート、えー、要は外から、えー、まあ家におる時はまあ別としてね。 えー、自宅以外のところからでも監視ができる、えー、リモート操作ができるっていうのが、えー、一番最優先させ,させましたこれねあのこれがないと、えー、ただ単に録画して、えー、要は SD カードとか、えー、クラウドとかに保存するだけやったらもうそれじゃ手遅れなんですよねやられた後に、まあ、証拠としてあの <laughs> 警察に提出するとか誰がやったのか見るとか、まあ、そういったことはできるんやけど リアルタイムで監視して、えー、何か対策が、ね、あのできるとか、まあ、もちろんこれあの音声を、えー、双方向で音声が通話ができますこっちの音声も拾うし、えー、離れたところからスマホでこら、えー、ってあの注意もできるっていう、まあ、そういったあの機能も備わってます、まあ、それぐらいの機能が備わってないと、まあ、若干不安かなっていうこともあって えー、最低限の機能、動体検知、ナイトビジョン、まあ、夜夜間でも大丈夫っていう、えー、SD カードは、えー、別売りなんやけど、SD カードを、えー、挿して、再生、録画ができる、えー。アプリは無料です、えー、簡単な無料アプリで今、今、リアルタイムでこうやって撮影できてます。えー、この今、今これリアルタイムですね、カメラの位置を動かすことができます。 上下左右、はい、めちゃくちゃ反応がいいです。ズームももちろんできます。今、今こうやって撮影してるのが画質がめちゃくちゃいいですね。防犯カメラの画質、あのものすごく良くなりました。えかなりね、えー、設定、えー、難しいです。あのーまあ、難しいというかね、これね、まあ、環境がこれ必須なんやけど、w i f i 2.4GHz の w i f i 環境が必要になります、このカメラの設置する場所にね、必ず Wi−Fi が必要になってくる、あとはスマホにアプリ入れカメラとペアリングみたいな感じでログインしないといけない、それから今回ね、僕、カメラ1台だけではちょっと不安だったので、今回2台。 今ついてるやつともう1台別にこれは、えー、ガレージから外向きに、えー、設置しようと思います中と外、えー、両方2台まあもう1台ぐらい欲しいなとか思ったんやけどあ2台あれば十分、うん、まあ, 2>, 分あ2台あればですねはいまずね、あのー、SD カードこれはあのー、付属してないんでこれは別売りで、えー、購入する必要があります SD カードはあのー、なるべくならこの容量のでかいやつの方が あの、安心やと思います。まあ、32あれば、1日2日は、あの、まるっと取れると思うんやけど、ええー、まあ、マックスね、64とか、128とか、でかければでかいほど、あの、<laughs> 取りこぼしがないと思います。ええー、まあ、満タンだったとしてもね、あの、どんどん古いやつから上書きしていくと思うんで、まあ、その辺は、あの、容量は少なくてもね、えー、大丈夫だとは思うんやけど、うん、まあ、これはもう、大きければ大きいほどいい。そこから高い。 はい、開封します。はい、まあ、こういったね、えー、防犯カメラ、作動中というのを貼っておくとね、これだけでも、あのー、かなり抑止力があるというかね、こっちが、えー、設定の方の、えー、説明書になります、えー。全部日本語表記、日本語です。アプリ、えー、インストールする QR コードですね。電源のないところで使うソーラーパネルです、ねはい、こちらが、えー、カメラ本体になります、えー。向きはね、こうですね。こっち、これ、Wi-Fi のアンテナ、アンテナで。 えこういうふうに壁,壁,です、ね、壁に、まあ、設置するんやけどあこれは、えー、ソーラーパネルを固定する台座ですねでこっちが、えー、カメラを固定する台座になりますこれをまあ壁に打ち付けてでスライドしてはめるっていう感じですねでこれはえっ、ー、と USB えー、アダプターから電源を取れるようになってます電池がなかったら設定とかあのー、登録がちょっとしにくいんでまず、えー、この USB で充電をしておいた方がいいかなと思いますあのー、こういったねあのー、まあスマホや、えー、っと電子タバコを充電するようなやつこれでいいと思うんでこれで、えー、コンセントにさして、はい、充電中この赤いランプがつきます この SD カードもね、あのー、安いのと高いのあるんで、まあそこはね、ちょっと慎重に、えー、国産の SD カードを選んだ方がいいと思います。これね、安いやつはね、結構記録ミスというかね、何度か使ってるともう再生されなくなるっていう、 ことがまあまああります SD カード入れるやつはこの頭頭の蓋を開けるとここに SD カード入れる穴があります、えー、向きがここ本体、えー、この中にバッテリーが内蔵されておりますなのであのまあソーラーが充電が間に合わなくても、えー、内蔵バッテリーで十分僕側フォローできるんじゃないかなと思います、はい、まずじゃあ設定をしていきたいと思うんやけどまあこんな感じですね、えー、カメラと カメラがあって、スマホがあって、その間にこの Wi-Fi のルーターが必要になってきます。設定の仕方、ざっくり、えー、進めていきたいと思います。まずカメラ起動して、この iPhone なら iPhone の、えー、QR コード読み取って、インストールすると、お会いできて嬉しい、挨拶してきました。これを日本にせないかいですね。 今すぐ登録って言って、えっ、ー、と、アカウントをこの中で作らないといけないです。えー、YouTube ご覧になっている方で、いいねとか、えー、コメントとかできてる方っていうのは、YouTube のアカウント、えー、要は Google のアカウントですね。Google のアカウントを、えー、これ、ここで登録するっていう感じですね。まず、e メール入れる。で、ニックネーム、クジラガレージ。で、パスワード。少なくとも2種類の数字、大文字、小文字を入れる。 っていう感じですね。まあ、アカウント登録ができたら、今度は、まず、あのー、こいつが、えー、Wi-Fi を拾うかどうかの確認をせないかのですよね。えー、Wi-Fi の電波が届かないところに置いてもね、ちょっと意味がないんで、こいつを、えー、設置したい場所に、まず設置して、それから、えー、電波を拾うかどうか。はい、えー、登録とアカウントっていうページがあります。まあ、ここね、あの、よく読んで、 あの登録しないとちょっとなかなか、えー、認識してくれないですね。でユーザー登録が成功するとホーム画面が表示され、えー、次はデバイスの追加まあ要はスマホにこのカメラを登録しないといけないですね。それはここの画面説明書にもある通り、えー、バッテリーカメラっていうのが出てきます。それをタップすると登録できるようになります。 まあ、あとはね、あのー、この画面に次へ次へっていう風に進んでくださいっていう表案内表示が出ますんで、まあ、それに従って進んでいけば、えー、登録はできると思います。あのー、ちょっと、あの、難しいかもわからんけど、何回かやれば、えー、うまくいくと思います。接続できる、できた時は、もっともう画面が変わるんで、はい、頑張ってやっていただければいいかなと思います。まずはね、これ僕はこれ2台目のカメラなんで、えー、2台目のカメラを追加するっていう、 と,ところから入る,入るんだけど今,今これ中のカメラ1台でデバイスの追加デバイスの追加はここのプラスデバイスを追加バッテリーカメラデバイスの電源ボタンを押してデバイスを起動してくださいデバイスの電源ボタンを押して起動してください次へ 2.24GHz の w i f i ネットワークを選択してパスワードを入力してくださいレンズからフィルムを剥がしてください次をタップし表示された QR コードをデバイスで読み込んでくださいで、えー、次へで QR コードがこれに表示されるんでカメラに読ませると、はい、接続中ですでこれで接続するかどうかっていうことです、えー、Wi-Fi の設定とかが 間違ってたら接続できないんです。この、これで、ここが、えー、一番肝心です。2.4GHz の Wi-Fi に接続できてれば、これが接続完了して、このカメラがこのスマホと連動することになります。あれ <laughs> はい。まあ、こんな感じで、えー、Wi-Fi の設定が、えー、ミスると、えー、デバイスが見つかりませんということになります。えー、なんで、えー、見つからなかった場合、他の方法、 デデババイイススの電源ボタンをを長押しし起動します次「デバイスのリセットボタンを5秒間押しリセットしてください」「100Hz の w i f i ネットワークを選択してパスワードを入力してください」とりあえず、えー、2台分のカメラが、えー、この中に入れることができました今あのピコンピコンいうのはこれ動体検知動体検知があの反応してて、えー、アラームが鳴ってるんやけど、えー、これが外ですねこれ中ですね ガレージの中これが、えー、そ外というか、まあ、外に置く予定のカメラです。でこれ一個一個見るのはあれなんで、えー、ここのが、えー、メニューで、えー、マルチ画面というのを押すとはいうんスピーカー切ったはいこれが中これ外外用ですね、えー、両方のカメラが、えー、一台のスマホで 見れるようになりました中はこれもう決まってるんで外外用のカメラこれを今から外に持っていって設定して設置したいと思います、えー、どこにつけようかなと思うんやけどまあガレージもこ見えてこっちの農業倉庫もカバーできるとなるとやっぱここかなーって感じよね。 見れるんじゃないかなと思うんでこの辺にちょっと取り付けたいと思いますよしよしはい えー、こっち、外用のカメラ、えー、設置ができました。えー、っと、こうやって、上。上に行くときは上。上にスライド。下に、下を向けるときは下にスライド。左に向けたいときは左にスライド。右を向けたいときは右に。上。上。 このカメラが。これですね。あ,あ、今、俺が映ったけん。アラームが鳴ったんやな。 なるほどね人が映り込むとアラームが鳴りますね今からトラクターに近づきたいと思います、えー、動体検知でアラームが鳴りますはい、こんな感じですねまあこれはアラームは、えー、アラームだったり、えー、あっちのカメラの方、えー、発光 さしたり、カメラの方を音を出したり、えー、そういう設定もいろいろできます、えー。その辺はちょっと、えー、臨機応変に工夫してしてい行ったらいいんじゃないかなと思います。これで二つのカメラが、えー、設置完了しましたね。これで操作をするのはそれぞれ。 それぞれ独立して、えー、録画したりこの画面を録画して止めるでこっちをこっちを録画するとそれぞれ単独で、えー、緊急事態の時は録画できるということですね。 はい、えー、こちらの防犯カメラ、えー、ソーラーパネルソーラーバッテリーワイヤレス防犯カメラ、えー、2台のカメラを、えー、設置して、えー、2台のカメラを1つのスマホで見れるように、えー、設定完了しました、えー、ちょっと、まあ、w i f i の設定とかログインとかその辺が、えー 頭ひねえ、ちょっとっ失敗する可能性はありますけど、えー、まず、えーまああの、手順通りに進めれば、えー、すすんなりと行くと思います。えー、割と感度はいいですね。めちゃくちゃ感度はいいです。えー、画質もかなり綺麗やし、えー、まあ,あとでね、SD カードに保存したデータ、あと夜、ここ,のこ,こが暗くなった時の、えー 画質っていうのも見てみたいと思います。あともう部屋に持って帰ってね、スマホを部屋,部屋に持って帰って、部屋から離れて操作してみるとか、どんな感じなのかっていうのをね、皆さんにお届けできればいいかなと思います。やっぱ画質がすごいね、えーまああの。カメラのスペックとかはあの概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方、参照してみてください。いろいろね、あの防犯カメラ、種類がたくさんありますんで、 えー、どんな機能がいるのか、まあ、あと何台いるのかとかね、そんなのを、まあ、検討しながらね、予算と合わせて、えー、購入していただければいいんじゃないかなと思います。あのやっぱりね、最近めちゃくちゃ物騒なんで、<laughs> 最近、さまあ、最近に始まった話じゃないけど、まあ、こんなあ古い車ね、旧車とか、あと、うちは、まあ、トラクターとか、田植機とか、お米とか、<laughs> 倉庫、結構、不用心なんで。 あのしっかりと、えー、防犯対策、えー、しておきたいなと思います。まあ、保険みたいなもんですよね、えー、今まで何もなかったんやけど、まあ、これから先何か、何もないとは限らんし、何、まあ、かあったときのためにね、えー、一応、えー対、対策は取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。 うん。<noise>